684年のマルジュラーヒとの戦いは、イスラーム世界の第二次内乱における初期の戦いの一つである。684年8月18日、ウマイヤ朝のカリフのマルワーン一世の下で、ウマイヤ朝を支持する部族連合のヤマン族の中で最も重要な部族であったカル部族が主導する部隊とカリフの地位を宣言していたメッカを本拠地とする。 アブドゥラーブンアイコールズバイルを支持するアイコールダフハーク、文開スアルフィフリーが指揮する部族連合のカイス族の間で戦闘が行われ、戦闘はウマイヤ朝とカルブ族の勝利に終わった。この結果、シリア全域にわたるウマイヤ朝の優位が確立され、イブンアイコールズバイルに対する内乱での最終的な勝利への道を開くことになった。しかし、一方でこの戦いは、 カイス族とヤマン族の間の分裂と対抗意識という負の遺産を残すことになった。この問題は、その後のウマイヤ朝が存続していた期間を通じて、起こっていた双方の勢力間の絶え間ない争いと王朝の不安定さの要因となった。ウマイヤ朝の創設者であるムアーウィア一世が死去した680年に、イスラーム世界において混乱が発生した。ムアーウィア一世は、 息子のヤズイード一世を後継者に指名したものの、この指名は、とりわけ後継者に関するウマイヤ朝の主張に対して、意議を唱えていた古くからのマディーナの支配層から拾い、反発を受けることになった。マディーナの支配層における主要なカリフイエの候補者は、アブデラーブンアイコールズバイルとアリー家の、フサインブンアリーの二人であった。当初フサインは、ウマイヤ朝に対する、 全面的な反乱を企てていたが、680年10月のカルバラーの戦いで戦死し、イブンアイコールズバイルがカリフイをめぐる最有力の対抗相手となった。ヤズイード一世の治世中、イブンアイコールズバイルは、メッカの聖域からヤズイード一世による支配を非難していたものの、カリフの地位を公然と主張することはせず、代わりに、 全ての暗い種族の間で行われる会合において、伝統的な方法によって、カリフを選出すべきだと主張した。683年に、マディーナにおいて、ウマイヤ朝の支配に対する大規模な反乱が発生した後、ヤズイード一世は軍隊をヒジャーズへ差し向け、マディーナの住民を破って、イスラーム世界の最も神聖な都市であるメッカを包囲したものの、 同年11月のヤズイード一世の死によって、遠征軍は本拠地のシリアへ引き返すことを余儀なくされた。カリフの地位は、息子のムアーウィア2世に引き継がれたものの、即位後わずか数週間で死去し、以前からの一族の本拠地であるシリアの外において、実効的な支配を及ぼすことはなかった。ムアーウィア2世の他の兄弟たちは、後継者とするにはあまりに若すぎたため、 その死は危機を引き起こすことになった。結果として、ウマイヤ朝のカリフの権威は失墜し、イブンアイコールズバイルが、イスラーム教徒の大半から、新しい指導者として受け入れられた。イラクのウマイヤ朝の総督であるウバイドラーブンズイヤードがイラクから追放され、イブンアイコールズバイルの名を刻んだ効果が、ペルシアで駐造された。シリア北部のカイス族とジャズイーラが、 イブンアイコールズバイルの指示に回った。ホムスの総督であるヌーマーン・ブンバシール・アルアンは、イブンアイコールズバイルに忠誠を誓い、ナーティル文化室が同じジュザーム族出身の対抗相手であったウマイア朝支持派のパレスチナ総督であるラウフ、ブンズ・インバーを追放した。ウマイア家の一部の者たちでさえメッカに向かい、イブンアイコールズバイルへの忠誠を宣言することを検討した。 しかし、シリアの中部と南部では、ウマイヤ朝の権威は、ウバイドゥラブンズ・イヤードとイブン・バフダルが率いるカルブ、族に主導された地元の部族によって支持されていた。これらのウマイヤ朝支持派の部族によるシューラーが、ジャービアで開催され、そこで政党カリフのウスマーン・ブン・アフファーンの、側近であった、ムワーウィア一世のハトコにあたる、マルワーン一世が、ウマイヤ朝のカリフの後継者として選出された。 マルワーン一世のカリフイへの選出は、ジュンドディマシュク総督のアイコールダッハーク、文イスアルフィフリーの下に集結したカイス族の反発を招いた。二人のカリフくらいの視聴者の間で態度が揺れ動いていたダッハークは、イブンアイコールズバイルを認めるように説得され、ダマスカス近郊のマルジュアイコールサファルの平原に、自身の軍隊を集め始めた。これに対して、ウマイヤ朝の連合軍は、 ダマスカスに進軍し、ダマスカスはガッャン族の手によって、ウマイアーサ側に明け渡された。双方の軍隊は684年7月中旬に、マルジュアイコールサファルの平原で、最初の衝突を起こし、カイス軍は、ダマスカスの北東約1 7トルのマルジュ、ラーヒトの平原まで押し込まれた。双方の陣営の間で小競り合いが20日間続き、8月18日に、 最後の戦闘が行われた。双方の戦力がどの程度の規模であったかははっきりとしていない。北部イラン出身の歴史家のタバリーは、マルワーン一世の部隊を6000人とし、他の伝承では、マルワーン一世とダフハークの部隊を、それぞれ1万3000人と3万人としている。一方、ハリーファブンハイアートの記録ではその規模が、それぞれ3万人と6万人にまで膨らんでいる。 しかし、伝えられている資料からは、ウマイヤ長軍が、カイソによりもかなり規模で劣っていたことで一致している。マルワーン・一世の軍の指揮官は、アッパードブン・ズイヤード、アムルブン・サイードブン・アルイコール・アース、そしてウバイドラーブン・ズイヤードであった。一方、ダフハークの軍の指揮官は、ズイヤードブン・アムルブン・アビア・ール・カイリーの名が、唯一知られている。 戦闘に関する数多くの逸話と個人による記録や詩が残されているものの8月18日に大ハークを含むカエス族の主要な指導者たちが戦死し、ウマイヤ朝軍が圧倒的な勝利を収めたという結果を除いて戦闘自体の詳細はよく分かっていない。歴史家のニキータエリセフはウマイヤ朝のカリフがシリアの支配権を確立することを強く望んでいた。 カイス派の部族の裏切りを戦闘前の数週間の間に取り付けていたことが、ウマイヤ朝軍の成功につながったと説明している。さらにエリセエフは、ウマイヤ朝が依然として、ダマスカスの国庫を支配しており、このことが部族を買収して、ウマイヤ朝側に引き込むことを可能にしたと指摘している。カイス軍の残存者は、ツーファルブンアルハーリスアルキラの支配下にあった、カルキースイヤーに逃れ、 マルワーン一世はダマスカスで正式にカリフとして宣言された。マルジュラー人での勝利はシリアにおけるウマイヤ朝の優位を確実なものにし、ウマイヤ朝がアブドゥラーブンアイコールズバイルを支持する勢力に対して攻勢に出ることを可能にした。ウマイヤ朝は685年の2月もしくは3月までにエジプトの支配を回復し、ウバイドゥラーブンズイヤードが指揮する遠征軍を 派遣して、イラクの脱会を試みた。しかしながら、686年8月に、モースル近郊で発生したハーツイルの戦いで、ムフタールアイコールサカフィー配下のアリーケシジ派の軍隊によって撃退された。685年4月に死去した、マルワーン一世の息子で、後継者であったアブデルマリクブンマルワーンは、その後自身の地位を確立する必要に迫られたために、 行動を制約され、その間の687年に、アブドルラー・ブンアイコールズ・バイルの弟のムスアブ、ブンアイコールズ・バイルがムフタール・アイコール・サカフィーを、マザールとハルーラーの戦いで破り、イラク全土を支配下に置いた。691年に、アブドゥル・マリクは、ズーファル・アルキラとその配下にあった、カイス族を、ウマイヤーさえ基準させることに成功し、その後再び、イラクへ進出した。 ムスアブブンアイコールズバイルは、マスキンの戦いで、ウマイア朝軍に敗れて戦死し、ウマイア朝は東方の支配を回復した。692年10月には、メッカを再び包囲して、アブドゥンラーンアイコールズバイルを戦死させ、内乱を集結させた。マルジュラーヒトの戦いと関連する最も長く続いた影響は、シリアにおける、 カイス族とカルブ族の対立の固定化であった。この対立関係は、イラクにおいてタミーム族を中核とするムダル族と、これに対立するラビーア族とアズド族の同盟との間で起こっていた分裂と並行して発生していた。これらの対立は、共にイスラーム国家の各地で2つの部族連合、または大集団へと各部族の中義が再編されていくきっかけとなった。 これらの部族連合は北アラブ、またはカイスムダル連合と呼ばれる一派と、これと対立する南アラブ、またはイエメン人と呼ばれる一派に分かれていった。しかしながら、実際には北部であったラビーア族は南部のイエメン人に忠実であったため、厳密にはこれらの用語は地理的なものというよりは政治的なものであった。 うまい野鳥のカリフは二つの集団間の均衡を維持しようと努めたものの、この分裂と双方の集団間の根深い対抗意識は、もともと特定の同盟関係に属していなかった部族でさえ二つの部族連合のどちらかへ属するように促されることになったため、この分裂はその後の数十年間にわたってアラブ世界で固定化されることになった。 この権力と影響力をめぐる絶え間ない争いが、ウマイヤ朝を巻き込み、地方を不安定化させ、破滅的なものとなった第三次内乱を助長させると、共に、アッバース朝の手によるウマイヤ朝の最終的な崩壊に影響を与えることになった。歴史家のユリウス・ベルハウゼンは、マルジュラーヒトの戦いは、ウマイヤ朝に勝利をもたらし、同時に、権力の基盤を打ち砕いたと評している。 この分裂の影響は遥か後世においても続いていた。歴史家のヒュー・ナイジェル・ケネリが記しているように、19世紀の終わりに至るまで、パレスチナでは自分たちを返すとヤマンと呼ぶ集団間の争いがまだ続いていた。ありがとうございます。